9月2日、町民文化会館の駐車場に多くの町民などが集まり、10回目となるビア祭りが開かれました。このイベントは南伊勢町出身の30代から40代の10人ほどが中心となり作っている団体シーブロスが1年に1回開いています。会場には生ビールをはじめ焼きそばや唐揚げ、かき氷などの屋台やキッチンカーが並び、来場者は夏の夜の屋外で飲食を楽しんでいました。また特設ステージでは南伊勢町や伊勢市のアマチュアミュージシャンなどにより音楽やダンスなどが披露され、来場者は手拍子をしながら盛り上がっていました。ステージイベントの終盤にはステージから菓子巻きも行われ、次々と巻かれる大量の菓子などを子どもたちが手を伸ばして集めていました。ビア祭りは今回で最後となることから、花火が打ち上げられ10回続いたイベントに花を添えていました。盛り上がっとって最高です。まだ飲めないので、飲めるようになってからまた来たいです。復活してほしい。はい、そうやな。今日は外で飲むお酒めっちゃ美味しいです。また復活してほしいです。イエーイ！過去最高の、お客さんの入りと、各ブースもほぼ売り切れということで、嬉しい悲鳴でございました。まず僕らの目標が10回の開催というのを目指して13年間やってきたんですが、まあ、一つの区切りとしてこれでビア祭りは終わりますが、多分僕たちのことなんでまた何かをすると思います。はい。